ターキッシュエアラインズ、ターキッシュエアラインズはトルコの国営航空会社、トルコのフラッグキャリアである。2014年2月、トルコ航空より日本語社名を変更した。略称及び ICAO コードはトルコ語での頭文字から随となっている。1933年にトルコ国防省の国家航空事業運営部として設立され、小型旅客機動機、 合計席数28席で、首都アンカラとエスキセヒールの間の 200km を結ぶ一路線で運行を開始した。その後、公共事業省移管を経て1938年に運輸省国家航空業務局となり、1947年にはアンカライスタンブールアテネを結ぶ初の国際路線を就航、1956年3月1日に国営の特別会社となり、 トルコ航空株式会社として発足した。1985年にはニューヨーク、バンコク、シンガポールとアメリカ、極東まで航空路線を伸ばし、世界116都市に及ぶ国際航空ネットワークに発展した。1989年からは日本との間に定期路線を就航。就航当初は日本航空とのコードシェア便として成田国際空港を呼び、 関西国際空港とイスタンブールアタチルク国際空港を結んでいた。1990年代には新型機材の導入を推し進めるなどして規模を拡大していたが2000年代に入り同時多発テロ、そしてイラク戦争が勃発し、同社の業績は急速に悪化した。これに伴い従業員の解雇やネットワークの縮小を強いられた。 2004年より民営化に向けた準備が進められた結果、同社の株式の50.9%は民間所有、残りが政府所有となっている。2006年12月9日にはイスタンブール市内にて開催されたスターアライアンス社長会にてトルコ航空のスターアライアンス加盟が承認され、2008年4月1日に正式加盟した。これと同時に日本路線のコードシェア相手を 日本航空から全日空 ANA に変更することが発表された。現在は経営基盤の安定化が一段落したこともあり、新型機材の導入や機内サービスの拡充、新規 CI の導入を行うなどして拡大路線を取るに至っている。2014年現在、就航国は105カ国に及び、これは世界最多である。また、主に、 ヨーロッパ圏内における知名度の向上を図るため、ヨーロッパのフットボールクラブであるマンチェスターユナイテッドの公式スポンサーとなっている FC バルセロナのスポンサーしていたこともあった。またバスケットボールのユーロリーグの冠スポンサーのほか、2013年シーズンにより J リーグのフットボールクラブであるオーミア・アルディージャのオフィシャルスポンサー、同年5月にはドイツのフットボールクラブ、 ボルシアドルトムントとプレミアムパートナーシップ契約を締結している。2014年からショーナンベルマーレとオフィシャルクラブパートナー契約を締結。同年2月から日本での名称をターキッシュエアラインズに変更。また、同年9月日本プロバスケットボールリーグ、BJ リーグの冠無スポンサーとなった。2015年には 映画、海南八8 9 0の特別協賛として参加している。2020年3月下旬より、東京、羽田新イスタンブール空港線を B777 から 300ER 使用、かつ成田からの移行で、開設予定。なお成田イスタンブール線は、昼間に成田を発着する、時間帯の変更は行わず、2020年4月以降に、 本路線へ B787 から9を投入する計画がある。トルコ国内、アフリカ、アジア、ヨーロッパ、北アメリカ、南アメリカ、2018年時点の運行機材は次の通り、ボーイング777から 300ER は自社発注した5期目、機体番号、TCJA の心臓機より新塗装で納入され、 それ以降はボーイング737から800を含めた新造機並びにリース導入分を含め全て新塗装で納入されている。最初に導入した旧塗装4機の B777 から 300ER は2機ずつ Z エアウェイズと大国際航空へそれぞれ移籍した。世界でも珍しくエアバス A330 において選択できる全ての エンジンメーカーのエンジンを装備した機材を保有している。同社は、エアバス A380、ボーイング747から8、インターコンチネンタルの超大型機を導入する計画があるが、A380 は製造中止となるため導入は不可能になると予想される。同社が発注した、ボーイング社製航空機の顧客番号、カスタマーコードは、会議で、 航空機の形式名は737から8回に、777から3回に ER などとなる。イラン・イラク戦争の1985年3月12日、イラク軍によるイランの首都テヘランに対する空爆が始まった。テヘランの在留外国人は空爆を避けるために国外避難を準備し始めたが、3月17日に至ってイラクのサッターム・フセイン大統領は、 3月19日20時半以降は、イランの上空を飛ぶすべての飛行機を撃ち落とすという声明を発した。宣言後、イランに住む外国人については、それぞれが国籍を置く、国の軍隊、内しは民間航空会社を使っての脱出が図られた。しかし、当時日本では自衛隊の海外での活動は禁止されていた。また過去にテヘランに寄港していた日本航空は、 当時すでにテヘランへの寄港を停止していたため、日本政府は現地との調整に手間取り、日本航空チャーター機の派遣も、会社、労働組合ともに反対であったこと、前期期日までの脱出が困難であることを理由に実現しなかった。そのため、在イラン日本人200名以上は脱出方法が見つからずに、生命の危機に瀕していた。イランの日本大使館の野村豊大使は、 トルコ大使館のビルレル大使に求情を訴えると、大使は、わかりました。直ちに本国に求め、救援機を派遣させましょう。トルコ人なら誰もが、エルトゥールル号の遭難の際に受けた恩義を知っています。ご恩返しをさせていただきましょうともと答え、大使の要請を受けて2機のターキッシュエアラインズ機が、テヘランへ派遣された。2機のターキッシュエアラインズ機が215人の在留邦人を乗せて、 イラン国境を越えてトルコ領空に入ったのはタイムリミット直前のことであった。なお、この時の航空機の第一機長、オルハンスヨルジュ、マイナス2013年2月24日と妻のヘルガスヨルジュが和歌山県串本町カシノのトルコ軍艦エルトゥールル合奏難慰霊碑への喧嘩のため2011年3月2日に来日している。 このエピソードは後に、インターネット上の電子掲示板やメールマガジンを通じて、新日国トルコのイメージを広めることに貢献し、テレビでも TBS のクイズ番組、日立世界、不思議発見。フジテレビのバラエティ番組、奇跡体験。アンビリバボーや、2004年には NHK のドキュメント番組、プロジェクト X でも取り上げられ、 2015年には海南1890として映画化された。この救出の後、1999年にトルコ大地震が発生したが、その最古の救出された法人の一部が義援金を募り、トルコに送った。また、湾岸戦争勃発1ヶ月前の1990年12月に、当時国会議員だったアントニオノキが自らイラクに赴いて、 平和を訴えるイベントを行い、サッタームフセイン政権によって、イラクからの出国を差し止められ事実上の人質として、抑留されていた在留日本人の解放を果たしたとき、チャーター便を出して、これを助けたのもターキッシュエアラインズであった。ターキッシュエアラインズでは、これからも事業を拡大する予定であるため、パイロットが今まで以上に必要になる。このことから、同社では、 世界の他の航空会社を倒産などの理由で解雇されたパイロットなどを積極的に採用している。2010年に日本航空グループが会社構成法の適用を申請し実質的に破綻して700人近いパイロットが整理、解雇された際もターキッシュは積極的にそれらのパイロットを採用した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。